グレン・ブランカはアメリカ合衆国の実験音楽の作曲家。1948年10月6日生まれ。当初はテープコラージュの作家であったが、やがてエレキギターアンサンブルに移る。ブランカはアメリカのミニマルミュージックを先導した存在として名高いものの、ブランカの功績は純正率から派生した様々な微分音程と強大すぎる音圧にあった。 ハーモニクスを出しやすくするための特別なコマをギターに当てるハーモニックギターも彼の考案だがヨーロッパの現代音楽の複雑さや難解さとは一貫して無縁の音楽を作曲し続けている。シンフォニーナンバー1となるプレクサスはジェラール・グリゼのように E を基準とした音程を積み重ねるものの4拍は完全に固定されておりドラムスが加わって高揚してもなお E のコードを鳴らし続ける。その後基準音は G 他に変更されるものの、原則的には一つのユニットを再現なく反復し続けるため、スティーブ・ライヒやフィリップ・グラスとは異なった呪術的な雰囲気が醸し出される。シンフォニーナンバー3は、第128倍音までの部分音から生まれる微分音階を1オクターブに詰め込み、その組み合わせのコード列のみで完成させた得意に、 単純化された作品である。後には、オクターブや、純正三和音による繊細な持続も見られるが、シンフォニー1で見られる簡素で巨大な表現は、失われていない。その後、シンフォニー5では特殊なチューニングによる、エレキギターの連打で、ノイズ音楽と変わらないほどにまで純正率の共鳴が、押し進められた結果、初期のミニマルミュージック的な感覚は交代して、 強大な音圧のみが4つちで迫るだけである。その後もエレキギター100台のためのシンフォーニーナンバーワン3ではその場にいる観客のみが実際の音楽を堪能できる一種の録音不可能音楽へ到達しており、ヨーロッパの処方変調の前衛音楽に一石を投じるものとなっている。4拍のみで音楽を構成する方針は現在も健在で亡くなるまで 精力的に演奏と作曲活動を行っていた。ブランカは最も音の大きなミニマルミュージックのアーティストとしてその名を知られている。その膨れ上がった過剰な音圧からミニマリズムではなくトータリズムの生みの親と言われることも多い。ありがとうございます。